顔はくるくるちょもちょも、くるちょもちょも、今日はいい日だね。顔はあんまり分かんなくてイケメン感出てるくるぶしです。え、ジョネですねー。オッケー。はい、寒い。もう2分で終わらせる。まあ締めくくりの2021年締めくくりの動画ですか、これが。そうですよ、はい、もうこの動画で締めるわけですね。そうですよ、今年もお世話になりました、はい、本当にありがとうございます。どうした、本当なんとかやってこれました、うん、スコイツリーがこちらに。ロケーションはいいんだけど寒い。今日はですね、そんな2021年コメントもね、例年よりたくさんいただいた年になりましたけど、よくやったぞお前ら。その中でですね、2人が気になったというかちょっと笑ったコメントとか、ね、今年のベストオブコメントを選ぶわけですね。そうです、くるちょもの。はい、まずね3つ選んで、うん、その中から1つをですね、うん、交互に1つずつ。なるほど、はい、2021年、うん、くるちょもチャンネルコメントアワードを選ぶわけですね。そうです、そうです。誰のコメントが選ばれるのかな。はい、そんな感じで今日はやっていきたいと思います。はい、はい、それでは行きましょう。はい、レディーゴー。ということで交互に発表していくんですけども、うん、まずはちょっとチョモララテの方から行かせていただこうかなと思います。はい、まずはこちら、映画新凸町のアナル、煙突町のプペル替え歌カバー、シューチロングタイツチャンネルさん。はい、天才かよ。それずっと前も読んでます。天才かよ。天才です、うん、はい、ありがとうございます。どうもどうもありがとうございます。じゃあ俺いきましょうか。乳首いじめる動画のコメントですね。ふうあゆうさん、はい、堀さんも来た。直に挟んだ方、あ、なに、直は、直は、じ、ん？直に挟んだ方が気持ち良きかもですよ。ニヤニヤ。これで、このコメントで俺若干確認。もうさ、どうなってるん体。じゃあ次のチョモラテのベストオブコメント、乳首につける大人のおもちゃで新生 M 覚醒。お、はい、一緒ですね。こちらです、はい、おキャナキャナちゃん、お感動しました。思ってないだろう。ありがとう。じゃあですね、くるぶしが気になった、はい、女子高生のおなら嗅いでみたという、動画、タチンさんって呼ぶのかな。お初コメ、これ嗅ぎながらおなら関連の AV 見てほしいです。ありがとう。その動画撮ろう。ちょっとね、これも響きました。じゃあ3つなんで最後ですね、はい、ちょまるての選んだラスト1つは、はい、乳首につける大人のおもちゃで新生 M 覚醒、一期103。感動しました。全部持ってないな。以上です。一期103ちゃんですね、これ。あー、あれですね、くるちゃんの重婚相手の。はい、じゃあくるぶし最後、ゼップ東京最後の動画ですね、うん、これもね、俺一期103なんです。お、生きていくのに必要だからこそあり続けたエンタメは、有事に真っ先に必要とされなくなるのであっても、立ち上がる時に真っ先に必要な希望そのものだと私は信じています。働いて服を食べて寝るだけが全てではない。物語も演劇も映像も音楽も、人間だから笑い泣き感動できる。たとえ暖を取るために髪を火に食べられても、私は物語を紡ぎ続け、誰かの生きるためとなる音楽を奏で続ける人がいる。それでいい。全てのエンタメに幸あれ。ありがとう、ゼップ東京。飯行こうっていうコメントですね。8回か見ましたね。素晴らしいのであれ、ありますね、はい、これちょっと俺好きです。でこの中から一作ずつですね、はい、選んでいこうと思います。2021くるちょもチャンネルコメントアードチョモグランプリ、クルーグランプリに選ばれるのはどのコメントになるでしょうか。楽しみだ。あや、チョモちゃんから。はい、それではチョモララテが選ぶ2021年度くるちょもチャンネルコメントアワードの発表です。お、最後の希望、リスナーなら頼めばおっぱい見せてくれる説。キャナキャナちゃん、 D カップされパンダ決定です。ありがとうございます。入ってないやつ、入ってないやつ。D カップタレパンダ、俺が一番好きな父の形なんです。よし、テロン、ありが
ありがとう。じゃあですね、くるぶしグランプリはですね、こちらです。はい、はい、カチンさんのこれ書きながらおなら関連の AV 見てほしいグランプリおめでとうございます。マジでお前天才か。最高。また来てね。まあ、ということでですね、2021年無事に皆さんのおかげでやってこれました。2022年も早々にイベントもありますし、今ちょっと寒いですけど、本当にね、イベントの日はしっかり防寒してきてくださいね。本当に燃えそうで、まあ、でもね、今年も1年ちょっとほんまにコロナに振り回される1年にはなってしまいましたけれども、うん、応援してくれるみんなのおかげで楽しく元気に過ごすことができました。本当にありがとうございます。ありがとうございました。はい、はい、2022年もパワー全開でいきます。パワー全開。2021も、22年もぜひ、期待してください。おいちょもチャンネルでした。ありがとう。良いお年を。良いお年を。僕らを支えてくれる人たちがいるから、また共に歩こう。